づいちゃいましたか？生まれて30秒で最初に聞いた言葉は当たり前、それ覚えてないけど嬉しかったはず。今でも大体のことは変わってないっていうか、そりゃ中身は変わっていますので、その辺でも評価お願い。携帯のアンテナは引っ張らせて、それが超キュートなあの頃だって知っていた。私気づいちゃいました。毎日何十秒褒められまくったお菓子は他よりちょっと甘くなるって毎日聞いたような。さすがにそれなんか変だけど、私は言われたいタイプです。もっとわかりやすくていいんだよ。お待ちしてます。お願い。何してもどんな顔見せてても、お上級とだって確信してるのは、なんかさ知らなかったタイプの運命。私の一番可愛いところをよく見てる。そんな君が本当に超ラッキーな人すぎる。そして君が何年経ってもそう思えるように、私はそれに気づいた。クラップ。バイバイ。暗い想像をしちゃうかな。それかわいい、あれかわいいよって、本当にかわいいって言って、私の一番かわいいところに気づいてる。そんな君が一番すごいすごいよ、すごすぎる。そして君が知ってる